エリアド・コックは五原盤上の発展に貢献したアメリカ人盤引き、スカッツイビルバージニア生まれ彼の五原盤引きとしての活動は1953年に彼がスモーキー・グレイブスヒズ・ブルースター・ボーイズに加入した時に始まるこのバンドはクルーバージニアのラジオ局でレギュラーを持っていた1953年から1957年の間 アドコックは様々なバンドを渡り歩いていた。1957年、ビル・モンローがアドコックに仕事を依頼し、ザ・ブルー・グラス・ボーイズに加入した。アドコックはバンドが彼を雇うのに十分な稼ぎを得られなくなり、モンローが彼を首にせざるを得なくなるまで在籍した。その後、アドコックは日雇いの仕事に戻ったが、それは長くは続かなかった。アドコックが 鉄板工場で働き始めた後、ジムコックス、ジョン・ダフィーそしてチャーリー・ワーラーが彼らの新しいバンド、ザ・カントリー・ジェントルメンにアドコックを誘った。アドコックは、アイ・ビンマや、ザ・フォーク・アライアンスなど数々の商業組織に所属しており、テネシー・バンジョー研究所の取締役会も務めている。妻のマーシャと共にアドコックオーディオ、エーラージ、ステート・オブ・ザ。 アートサウンドカンパニーを立ち上げ、2006年まで運営していた。アドコックは子供の頃に最初のバンジョーを買い、しばらくすると兄のフランクとセッションをするようになり、このデュオは彼らの地元であるシャーロッツビルの近くの教会やラジオ局で演奏するようになった。アドコックは14歳の時に家を出てボクシングのセミプロを目指し、7年の間、昼にボクシングをし、夜には 演奏をする生活を送った。数年後、アドコックがカーレースを始めると、レーサーとして34連勝を果たし、ミスター・バンジョーと呼ばれるようになった。一方でこの時期、彼はメナッソスバージニアで2曲のレコーディングも行っていた。彼は家賃を支払うために、多くの肉体労働を行っていたため、彼がバンジョーを演奏することができるのは夜だけだった。 ザ・カントリー・ジェントルメンは、ワシントン・ D.C. にて結成した。このバンドのオリジナルメンバーは、チャーリー・ワーラー、ジョン・ダフィー、ビル・エマーソン、ダリー・レイヒーであったが、アドコックがバンドに入って、すぐに、ワーラー、ダフィー、アドコック、トム・グレーからなる構成が確立した。アドコックが在籍している間、彼は、ギターのフィンガー・ピッキングや、ペダル・スチール・ギターにおける、 トラビススタイルの奏法をバンジョーへと導入し、演奏にユニークな変革をもたらした。加えて、彼のバンジョーのドライブ感やパーカッション、60年代初期における、ダン・デノのシングルストリングに似たジャズを基盤としたシングルストリング奏法が特徴的であった。彼の奏法は、ダフィーのジャズマンドリン奏法、ワーラーのシンコペーションギター奏法の間で、バンドのチャンバーミュージック、 ブルーグラスインストゥルメンタルスタイルの中核を生み出していた。ザ・カントリー・ジェントルマンのスタイルと彼らの曲は、ブルーグラスに大きな変革をもたらし、彼らは間違いなく最初のニューグラスバンドであり、モダン・ブルーグラスの先駆者であった。1970年よりは、ザ・カントリー・ジェントルメンを脱退し、カルフォルニアへと移り住み、ザ・クリントン・スペシャルというカントリー・ロック・バンドをはじめ、バンドでは、 クリントン・コダクという偽名を用いていた。このバンドは MGM レコードから Just as You Are, I Love You, Blackberry Fence というシングルのみをリリースした。1973年彼はマーシャヒーンに出会い、3年後に結婚。彼らは30年以上にわたって音楽のパートナーであり、人生のパートナーでもあった。エディとマーシャのデュオは、 ザビッケストリトレバンドインブルーグラスとして知られることとなり、キャッシュボックスとビルボードは共に、ワンオブザブルーグラスサーキットエストップアクツと表した。エディとマーシャは現在リオでの活動の他に、トム・グレートのコンサートや、アドコック・ゴード・ロワーラーグレーとの演奏を行っている。そしてまた、自分たちや他のミュージシャンへのプロデュースを行っている。2008年8月、 手の震えが演奏に影響することを懸念し、エディはバンダービルトユニバーシティメディカルセンターで DBS 手術を受けた。手術中には局所麻酔が用いられ、アドコックは現在は治療段階にはあるが、盤上演奏に向けて意欲的である。ありがとうございます。